大谷昭彦は、東京都大田区出身の元プロ野球選手、監督、野球解説者。総実校では1964年、2年生の時に、前年春の選抜で準決勝進出を果たした、小田和夫、新藤勝美の両投手とバッテリーを組み、夏の甲子園東京都予選に出場、優勝候補と目され、 決勝に進出するが、修得校のエース成田文雄に抑えられ敗退。翌1965年夏の豊洲準々決勝では、萩原康弘一塁種、原田治名外野手のいた江原校に延長15回さをなら負け、甲子園には届かなかった。この予選の4回戦では、当主として都立大福校からノーヒットノーランを記録している、高校の1年上に、小田、 振道のほか一類種の内田圭一、同期に遊劇手の荒川隆がいる。卒業後は、駒沢大学へ進学。東都大学リーグでは一年上のエースの村治と、バッテリーを組み、1968年春季リーグに優勝。同年の全日本大学野球選手権大会では、決勝で田淵光一らのいた放題に敗れ準優勝。しかし、翌百六十九年には、 AS 佐藤未知郎を擁する日大に、春秋期連続優勝を許す。リーグ通算94試合出場、326、打数84アンダー、打率、258、12本塁打、53打点、ベストナイン4回受賞。大学同期に、ヤクルト入りした内田純三外野手がいる。1969年のドラフト7位で、ヤクルトアトムズに入団。 一年目の1970年シーズン中に、当時の聖保守、加藤敏夫が交通事故を引き起こし、球団から出場停止処分を受けたこともあり、以後レギュラーとしてマスクをかぶる。1971年には初の規定打席に到達し、オールスターゲームでもファン投票で初出場を果たす。1978年には聖保守として、ヤクルト球団初のリーグ優勝に貢献。 4月5日の阪神タイガース戦では、代打で、古沢健二から、サヨナラ本塁打を打っている。阪急との日本シリーズでも全7戦に、先発出場し24打数6安打4打点1。本塁打を記録、投手陣を、高リードし、チームを、日本一に導く。1980年には打率、283の高成績を残した。 しかし1981年に故障して膝に水が溜まるようになってからは講師両面で大きく成績を落とし1983年には同じ年に高卒で入団した八重樫幸雄に正保守の座を明け渡した翌1984年から高知県人となり1985年に38歳で現役を引退した医者から これ以上やったら50歳で歩けなくなりますよと言われたことで決断したという。引退後、日本テレビ、文化放送、日韓スポーツの野球解説者に内定していたが、松園なお、未オーナーの鶴の一声で1986年から1992年まで、フジテレビ日本放送の野球解説者、産経スポーツ専属評論家として活動。その傍らで、フジテレビ系、 モノマネ王座決定戦の審査員も長く務め、現役時代を知らなかった、もしくは野球に興味を持っていなかった、お茶の間の視聴者にも、王屋の名前と顔が広く知られた。1991年オフに、日本ハムファイターズの監督の要請を受けるが、交渉が難航し、就任に至らなかった。解説者を務めていた、フジテレビからの依頼で、 1993年から1995年まで、横浜ベイスターズのバッテリーコーチを務め、谷重元信を徹底的に鍛え上げて、一流の保守へと育てた。1996年、全エンドチーム16年ぶりの勝ち越しを決めながらも、退任した近藤明人の後任として、横浜の監督に昇格。1年目は春先は、校長も、 最下位だった阪神タイガースに1ゲーム差と迫られる、同一リーグ全球団負け越しを喫する5位と、完全再開寸前の成績に終わる。2年目の1997年には、マシンガン打線を要し37年ぶりのリーグ優勝に迫る、シーズン2位の成績を残すも、同年シーズン終盤、ヤシチーフコーチの広田澄夫の解任を示唆されたことで、球団と対立し、監督を辞任した。 その後、1998年から2006年まで、富士テレビ日本放送の野球解説者、産経スポーツ評論家として復帰。2007年、横浜の監督に、再び就任。1年目は、シーズン4位の成績を残すも、翌2008年は優勝した巨人に36.5ゲーム差、5位、ヤクルトに19ゲーム差も離されるなど開幕から、 再開から抜け出せないままシーズンを終了。2009年も開幕からチームは6連敗をするなど、37試合を終えた時点で13勝24敗と再開に低迷。同年5月18日をもって無期限休養に入り、シーズン終了後、正式に退任した。2010年から再び、フジテレビ日本放送の野球解説者を務めている。また、 サントリー・ザ・プレミアム・モルツ・ドリーム・マッチで、モルツ球団に相対するチーム、ドリーム・ヒーローズのゼネラル・マネージャーを務めている。次女の大谷陽子は、2004年から2005年に、横浜ベイスターズの2代目オフィシャル・リポーターを務めていた。それまでの、太め、鈍則という印象のあった、保守像とはそぐわないスマートな体、甘いマスクの持ち主で、鉄砲型の殺し屋と称された、 球回一とも言われる強権を武器に、長く正保守として活躍。球身の特徴や癖を把握して、ゲームに活かすのがうまく、松岡博士、安田武士などヤクルトの投手が活躍した影には、大家の功績が大きいと言われる。第一期では三類手として三年連続で、ゴールデングラブ賞を獲得していた石井拓郎を遊撃手に、遊撃手だった、神道達也を二類手に、 二類種だったロバート・ローズを三類種へと入れ替える内野総コンバート策を打ち出したり、当時手薄だった先発陣を増強するためにリーグを代表する中、石井は遊撃手としてのチーム歴代最多出場記録を残す遊撃手に成長したものの、新道は遊撃手とは異なる二類種の逆スローの動きから腰を、故障をして早々に戦線を離脱。 ローズも三塁でエラーを多発したため5月末には、レギュラー不在の二塁手に戻り、復帰した振動は空いた三塁に入って、実質石思糸振動の入れ替えという形になった。また、五十嵐のセットアッパー転向は成功したものの、森田の先発転向は成功しなかった。1996年は、前年に先発ローテーション投手に2桁勝利投手が一人もいなかったという状況から、 先発投手陣に関東を求め、関東数はリーグ2位の25を記録した。特にエース格の斉藤隆史には延長戦を一人で投げ、させるなど11関東をさせている。しかし関東こそ増えたものの失点はリーグワーストの660点を記録し、チーム防御率も同じくリーズワーストの4.67と前年度の4.37よりさらに悪化した。また、第一期は、 コーチ時代からマンツーマンで指導していた、それまでファンレギュラー扱いであった、谷重元信を積極的に起用し、リーグを代表する保守に育て上げている。1997年は、大谷の施したチーム改革が浸透して、シーズン最終盤までヤクルトと優勝争いを繰り広げた。8月に21勝6敗の驚異的ペースで勝ち星を積み上げて、 首位ヤクルトとゲーム差3.5まで追いすがるが、9月2日の直接対決で、石井和久にノーヒットノーランを喫し、翌日も先発、田畑和也を3回途中で降板させた、野村克也監督の非常再配を前に力尽きた。最終的に、リーグ2位の成績を残しながらも解任され、シーズン最終戦後、大谷は選手たちに胴上げされた。前年の2006年から、 外野のレギュラーを務めていた、吉村裕樹を一塁主へ、牛島和彦監督時代に、クアトロ系と呼ばれていた中継ぎ投手陣の加藤、竹春と、河村武雄を先発へ、中継ぎサ不足の事情からナスの匠を先発から、中継ぎへ、2008年のシーズン途中には、吉見雄二を先発と中継ぎを掛け持ちさせ、同じくシーズン途中から先発の寺原隼人を、 マーク・クルーンの遺跡によって手薄になっていた抑え、転向させるなど、第一期同様積極的なコンバート策を打っている。2007年のナスノはほぼ年間を通して、左の中継ぎとして活躍したが、加藤と河村はローテーションを守れず、失敗に終わっている。また、吉村の一類コンバートにより、前年2006年の不調から一転して、 開幕から復調したベテラン一類種、佐伯木隆弘は年間を通じて外野手として出場することになった。また2008年、2009年は先発投手陣が弱かったためリリーフに頼らざるを得ない状況であった。ワンポイント系統が多く、一試合に多数の投手を起用することがしばしばあった。投手の起用法についてはベテランに敗戦処理をさせても意味はない。若い。 経験の少ない投手なら敗戦処理でも投げさせてもらえるとプラスに作用させられるという持論を持っている。正捕手には2007年、2008年に相川良二を起用した。2008年オフに相川が FA 移籍したため阪神から FA で野口すひを獲得して2009年に臨んだ。が、運悪く、野口がキャンプ中に右肩の剣を断裂してしまい、 ルーキーのサ山田ダ・タに期待をかけ、積極的に起用していたが、大谷自身はシーズン途中で休養に追い込まれた。結果として1年目は4位で追われたものの、2年目、3年目ともに90敗、勝率3割台で、首位とのゲーム差が2年目36.5、3年目42.5と大きく、差をつけられての再開となった。1996年は130試合制。 2 9 9 7年から2000年までは135試合制。32007年からは144試合制。42009年はシーズン途中から休養。以降の監督代行は、田代富夫。ご通算成績は2009年の休養後の107試合を含めない。初記録説明の記録その他の記録。ありがとうございます。